バリー・マーシャルはオーストラリアの微生物学者。2005年ノーベル生理学・医学賞受賞。西オーストラリア大学教授である。ストレスや辛い食べ物、遺産の分泌過剰が原因と考えられてきた胃潰瘍の原因がヘリコバクターピロリであることを発見し、2005年に共同研究者のロビン・ウォレンと共にノーベル生理学・医学賞を受賞。現在も西オーストラリア。 大学分子生物学研究室でヘリコバクターピロリに関連する研究を続けている。西オーストラリア州カルグーリー生まれ。4人兄弟の長男。父は溶接校、母は看護師。8歳の時にパースへ引っ越す。学業成績は最優秀でコモンウェルス高等教育奨学金を獲得し西オーストラリア大学メディカルスクールへ進学。 1974年に西オーストラリア大学で医学士と理学士の学位と医師資格を取得。王立パース病院研修医時代の1981年、胃炎の研究を行っていたロビン・ウォレンに出会う。二人は胃炎と関連ある螺旋菌について研究を始めた。1982年ヘリコバクターピロリの初期培養を行い、ヘリコバクターピロリが 胃潰瘍や十二指腸潰瘍と関連がある仮説を立てた。しかし、共産で満たされた胃の中では、どのような細菌も生存できないと想定されたため、この仮説は他の科学者や医師たちに霊笑された。1984年マーシャルは仮説を立証するため、フリマントル病院で慢性胃潰瘍の患者から取り出したヘリコバクターピロリをシャーレで培養し自ら飲み込みとか後に、 医界用となった。内視鏡検査で胃炎を併発したことを確認し、ヘリコバクターピロリ菌が病変部位に存在することで、国ホの原則をすべて立証することに成功した。その後、ヘリコバクターピロリは2週間でいなくなり、病気は治療することなしに自然に消失した。この研究により、ヘリコバクターピロリ菌の存在が認知され、2005年のノーベル生理学、 医学賞につながる。王立パース病院消化器病学研究室、国立健康医療研究会議フェロー、バージニア大学メディカルスクール研究フェロー、教授、王立協会フェロー、1999、バージニア大学メディカルスクール内科学教室、研究教授、西オーストラリア大学医学部臨床教授、西オーストラリア大学微生物教室臨床教授、西オーストラリア、 大学国立健康医療研究会議、上席主任フェローなどに選出されている。ありがとうございます。